花尾義郎の音楽魂。あーイエーイ、絶好調。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日はね、若い女性2人ゲスト。そうですよ、華やかなね。ねえ、俺もう珍しいから嬉しくて、すごい。もうやろう、最初の第一声がじいさんばかりだから。そうそう、一声すごかったね今ね。びっくりするよ、初めて来た方は。わーとか言われるとね。びっくりしたね。ご紹介しましょう。中島彩香さんです。はい、よろしくお願いします。2回目かな。はい、1年ぶりぐらいで、ね、1年ぶりになるかね、はい、もうね。去年の6月でした、出させていただいたのが。ね、うん、はい、よろしくお願いします。同じ九州のね、はい、宮崎出身 ね、はい、宮崎です。ね、彩香さん、はい。それとね、今日はね、初めてですけどもね、みのりさん、はい、あのいらっしゃいます。キーボードボーカルのね、みのりさんですけども、はい、今日はちょっとね、あのキーボードなくて、うん、あの急遽でしたのでですね、今日は CD をねご紹介しようと思いますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくどうぞ。ね、お二人ともなんかね、あのいいよね、やっぱ若い若いっていいなと。いいよね、いいよね。なんかいいよね、なんかいいですよね。いるだけでいいよね。だってもう違うもん、空気が ね、 ね、いつもね、いつもはちょっとね。そう、もうだいたい60代とかね。そうですよ、うん、まああのいい感じでね、あのそれでね、いい感じで思っていただければ。いやいや、ありがたい。全然若いぶりだよ。若い扱いされること最近あまりない、ね、なかなかないから。はい、そうなの。もうなんか周りがやっぱ若い人たちが多くなってきちゃったので、そうですよね、はい、逆にちょっとおばさん系で行こうかみたいな感じに今ちょっとなってるんですよ。いやいや、まだ早い、早い、まだ早い、まだ若者。やっぱり人間はね、70からだよ。まだまだまだだな。まだですよ。まだまだでした。頑張ろう。まあね、今日あの今日ね、お二人とも CD 持ってきていただいてですね、まずね、はい、中島彩香さんからね、CD から、の1曲目、これトラック3になりましょうかね。はい、聞いてみましょう。優しくしないで。寒空の下、月明かりに照らされた真っ黒の海、飲み込まれてしまう怖さをあなたが和らげてくれた。久しぶりに会えたねと言ったあなたの優しい瞳に吸い込まれて唇を重ねたの。遠くに見える街灯が歪んで見えた。
時を重ねて、その優しい目に映るのはきっと私じゃない。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ありがとうございます、ね、これは不倫の歌じゃないですね。違います。何ですかそれ。そう、すごいいろいろ言われるんですけど、あ、まあ、不倫の経験はまだなくて、まだ、はい、まだなくて、はい、まあ、ただそのあれですね、うん、男の人がこっちを振り向いてくれないのに、うん、なんか優しくされちゃったから、うん、なんかこっちに来てくれないんだったら優しくしないでよっていう意味で作った曲でした。その気がないならその気にさせるなってことでね。そうです。釣った魚に餌やられんだなみたいな感じで。あ、なんかね、懐かしいね。俺昔そういうことあったよ。本当ですか？もう今ないけどね。もういいな、なんかね、もうラブソングから程遠いから私たちは。あれだね、素敵だなとか思います。でね、今日ね、ちょっと先にねご紹介したいんですけども、お二人をねお呼びしたっていうのはね、一つお二人プラスもう一方ね、女性ばっかり3人で、はい、これ米子ですよね。はい、そうです。米子で、鳥取県米子市です。ライブを今回やるっていうことを、これ11月の18日土曜日になりますけれども、はい、米子の海アニっていう、海アニ、あ、そうなの、海アニ、海アニ、海、海、海と書いて海アニね、はい、カナオさんも行ったとこですよ、バーみたいなところ、確かリハでやったじゃないですか前回。あそこバーみたいなとこ、奥がステージになってるとこね。そう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 、あ、ね、あそこでね、リハやったことあるね、しゅんちゃんとかと。あ、そうなんですね。そうそうそう、なんかリハできるとこみたいな感じで、うん、この間言われてました、玉木さん。そうそう、ね、はい、おがんちゃんとかと一緒に、あ、そうです、行った時にね、あそこでリハやったから。そこね、うん、そうなんですよ。なるほどね、そうかそうか。でね、それがね11月18日土曜日になります。これは、まあ、米子なんですけども、米子近場の方はねぜひね、お越しいただきたいと思います、はい。出演はね、中島彩香さん、みのりさん、これはナナさんってマリマリの坂井マロさん、フィドラーって書いてあるから、バイオリンを歌いながら歌われる方ですね、はい、この3人、はい、ね、ということでね、これのまあ宣伝がメインということになります。宣伝がメイン。今日はこれが一番やってこいと言われてきたので、そう、この主催がね、おっさんずオーシャンズ6ね、うん、それのちょっとわけわかんないよね。私もこっちはちょっとおっさんから来たんですじゃあそれちょっと読んで、これね、玉木さんなんですけどね、玉木さん、はい、平たく言えば金尾さん、としみさん、お疲れ様です。お疲れ様です。四国ツアーお疲れ様でした。楽しかったですね。お世話になりました。生まれて初めて行ったんだけどね。すごいいっぱいで、菊田俊介さんってブルースのギタリストがいて、はい、その人のゲストで、玉木さんにもそうそうそう、いろいろサポートしていただいて、いてもらってね、はい、でコーチはね、そう、コーチのゲストで入ったんですね、はいはい、楽しかったね。楽しかった。もういっぱいお客さんいっぱいでね、はい、もう本当に楽しかった、はい、うん、今日は彩香プラスみのりの2人のゲストですね、うん、今日はスタジオに行きたかったのですが、うん、博多のために行けず残念、うんうん、みのりちゃんは音楽魂初登場ですね。楽しみです、はい、11月18日は米子の海アニで、彩香ちゃん、みのりちゃん、うん、そしてマリマリのナナちゃんの女性シンガーソングライターが出演する女の叫びライブがあります、うん、はいはい、タイトルが女の叫びライブ。そうだね、はい、うん、このイベントは翔ちゃんの誕生日を記念したイベントで、うん、翔ちゃんがつなげてくれたマロさんと企画したライブイベントです。うん、翔ちゃんっていうのは川上翔太郎さんね。そうそう、この番組のね、スポンサーしてもらっててね。あ、もともとされたんですね。もともとやっていただいてて、翔ちゃんはもうよくしていただいてね、はい、
で本当になんていうかな、スポンサーもそうだけども、一緒にどっか食事行ったりとかね、うんうん、で米子行ったらなんかそれこそ料亭みたいなところでね、米子にね呼んでいただいてね2カ所ライブやったんですよね、はいはい、昔ね、うん、そうそう、モンターブラザーズ の、うん、高島誠くん と、ね、と僕と3人で行って、はいはい、最初のはね、うん、そうそう米子初上陸、そうだね、ね、11月それでお世話になったね、はい、15日にも、翔ちゃんの誕生日におがんさんのユニットで米子でライブします、うん、お近くの方ぜひ見に来てくださいね、来年2月にはカナオさんとしみさんも参加してもらって米子と広島の呉で翔ちゃん追悼ライブ第2弾を開催しますので、うん、それもよろしくお願いします。この辺はね、ハワイで歌ってる富磯部君とか、はい、いろいろおがんちゃんとか、まあ、ロジャードラムのね、そうですね、とか来る、あと菊田俊介、はい、で僕ら行ってね、やります2日間 ね、うん、ではまたお会いしましょう。マロさんが皆さんによろしくとのことです。お、マロさん、ね、誰か知ってる、マロってマロ聞いたことねえな誰だっけ、そう、私たちよりも知ってると思う。みのりさんはマロさんとね、あの、そうそう、玉木さんよりも先に、はい、うん、ツアーでマロさんからたまちゃんを紹介して、たまちゃんも、たまちゃんさんを、はい、うん、あ、そうなんですね、はい、なんか人当たりのいいね、マロさんってね、うん、面白いですね、みんなからやっぱ好かれるよね、優しい、はい、優しいのよね、物腰がね、俺と違ってさ、性格がいいんだよ優しくないですか優しくないよ ね、 ね、優しくしないでじゃないマロさん本当にね、物腰も柔らかい、柔らかいし ね、 ね、優しい、だからああいうのは、ああいうのもああいう、いや、女性にはウケると思うね、女性にね、うんうん、モテると思いますよ、うん、俺もモテるんだよ、だいたい80以上の女性そうそうそう、80以上いや俺、まあ、ガールフレンドいるんだから80以上の88、89じゃないもん、友達 の、 お母さんなんだけどたまにデートするんだよあ、そうなんですか、で試写後にしたら90とか言って、そうそうそう、でこの間来てくれたのライブに、へライブもね、すごい、うん、ライブ来てくれて一番前で 手叩いてるの、ずっとね、そう、うん、そう、だね、おしゃれでさ、うん、ものすごく姿勢がまずいい、で洋服のセンスがいい、うん、素敵ですね、そう、もう素敵なのよね、素敵、気持ちが若いとあれなんですよね、元気なんですね、やっぱね、まあ、もちろん若さっていうのはいいんだけど、うん、やっぱりある程度みんな年いくじゃない、それでもなんかそう保ってるっていうかね、うん、そこら辺は素晴らしいなとか思ってね、そうですよ ね、うん、ね、でもそういう人ばっかりだからね、俺みんなだいたい80からみたいな多いですよね、悪かったね、熟女を超えてもう何もうって言えないよね、こ言っていいのかな、いいのかな、そう、まりまりさんじゃなくてみのりさんはさ、はい、北海道とかでライブしたんでしょ、はい、マロさんと、そう、あ、マロさんと一緒に北海道でライブをしたってことはないんですけど、ないの、ちょっとだけ出させてもらったことはあります、まりまりさんのライブの時にちょっとだけ一緒にいくつかやったりで、東京で一緒にライブしました、うん、でね、お便り来てますよ、はい、その北海道アバシリから、うん、お、はい、こんにちは、アバシリの広瀬と申します、みのりさんがラジオに出ると聞いて初めて、メールをさせてもらいます、みのりさんの声がラジオから聞こえるのは嬉しいですね、はい、どんな話が出るのか楽しみにしています、うん、録音しながら聞かせてもらいます、みのりさん頑張ってくださいね、ありがとう、広瀬さん、平瀬さんじゃない、平瀬さん、平瀬さん、あ、平瀬だね、平瀬さん、アバシリの、アバシリの、私来月12月は北海道ツアーで4カ所行きます、はい、すごい、4カ所すごい時にでもなんか2月とかになっちゃうと、あ、もっともう飛行機も飛ばなくなっちゃう時があるから、なるべく雪が少ない時に行って12月、でも寒い時の方がいいよね、ラーメンも美味しいし、寒いと12月行ってもいいですね、ね、あ、本当いいですね、はい、でもう一方ね、はい、フレフレみのりさん、かぼちゃさん、かぼちゃさん、わかりますか、かぼちゃさんで、わかります、わかります、こんにちは、はじめまして、ペンネームかぼちゃと言います、はい、今日放送に出演されるみのりさんのファンのものです、ファンのもの、みのりさんの歌とピアノはとても素敵でドラマチックな演奏にいつも勇気と元気をもらっています、リクエスト曲を何にしようかと、どの曲も素敵で選ぶのが困るのですが、キャッチーなメロディーで明るく七年を歌うコーヒーカップをリクエストします、うん、あ、そうですか、よろしくお願いします、はい、フレフレみのりさん、やった、ありがとう、かぼちゃさんありがとうございます、かぼちゃさんありがとう、じゃあそうしましょう、はい、じゃあね、コーヒーカップっていう曲持ってきてる、何番目だろう、はい、コーヒーカップはね、うん、7トラック7ですね、すいませんが、はい、
はい、あの、ね、みのりさんの方ですね。これ、いや、違いますね。違いますね。そうじゃない方ですね。アルバムの、あの、ブルーの、ブルーって、みのりさん11曲、12曲って書いてある方ですね。それ変更でリクエストにお答えして7曲目をおかけしますか、ね、お願いします。かぼちゃさんありがとう。はい、じゃあ OK ですね、これね、かぼちゃさんのリクエストにじゃあお答えしましょうか。ね、みのりさんのじゃあ曲をご紹介いたしましょう。はい、コーヒーカップ。ということで、いかがでしたでしょうか。はい、ピアノ一本で弾き語りで録音しました。ね、あ、今日初めてね、お聞きしたんですけどもね。ね、爽やかで、うん、いい感じ。ちょっとでも声が意外だった。意外ですか。うん、なんかもっとなんていうかな、高い声かなとか思ってた。ちょっと低いです、私。ね、はい、でも私も初めて聞いた時思いました。あ、ちょっと太めの声されてる。あ、そうそうそう、もうちょっと可愛らしい声かなって思ってたんですけど、うんうんうん、素敵な声と思って。いや、それ素敵、それがいいよね、素敵な ね、 ね、で、今ありがとうございます。高い人は今たくさんね、結構そうです ね、 音色が高い人は。あ、高い方に行っちゃってるからね、どうしてもね。そうか、あの落ち着きがあっていい感じ、ね、うん、ね、ありがとうございます。で、ね、なんか
お聞きしたらなんかあのスクールもやられてて、あ、そうです、音楽教室を、音楽教室、うん、もう12年目に入りました。本当、そっちの方が長いよね。そうです、そうです、うん、で子供たち、あの最初音楽教室始めた時は、うん、リトミックって言って 1歳2歳とかの子たちの教育やってたので、うん、その子たちが今中学生とかになって、うん、自分たちで、あ、すごい写真撮る、イエーイそうそう、あの子供たちが自分たちでバンドを組んで、うん、今度発表会とかじゃなくてライブハウスを借りて、あるね、あのライブをやるっていう企画を今始めたところで、ちょっと僕もね、不登校の子供たちの、うんうん、あのサポート校に行ってたことがあって10年ぐらいいたんだけど、やっぱり それで音楽、まあ、学校嫌いでも、うん、音楽が好きだったり、そこからまあデビューした子とかもいるんだけども、そこで行ってたことがあってね、子供たち、うん、でもそれ、あの子供たちをその育っていくっていうのはいいよね。いいですよ ね本当に活力になります。でもそれ自分で学校やってるってすごいな。やりてババアじゃないの。さっきまですごい若い若いで、ね、ちょっと気分がびっくりしました。突然落とされ若いのにすごいね。ねえ、いや、生徒やりてババアだったらわかるけどこの若さでね、やりてババアで大丈夫ね。はい、若いね。すごいね。十二年もってことはもう20代でやってたって。そうですね。20代でやったんだ。25ぐらいで、はい。本当。1年発起して。すごいすごい。100名ぐらいいらっしゃるでしょ。そうですね。弱、100名弱。すごいですよ。10名ぐらい。すごい。で、あなたもこういうライブとかでいろいろそこを開けるときはなんか誰かがこう代わりに。あ、でも自分のレッスンは自分でやってますけど、回数を調整しているので。あ、はいはいはい。何人か先生がいらっしゃるんでしょう、はい、そうです、はい、うん、すごいね。あの今日はね、みのりさんがちょっと生歌がないので、もう一曲聴いてみましょうかね、はい、みのりさんの CD からね、また今度はあの来てください、生歌を歌って。そうですね、ぜひ。ピアニカでも何でも持ってきてもいいじゃん。ピアニカ吹きながら歌えないんですよ。あ、そうかあのね、あ、うん、そうだね、ちっちゃいなんかキーボードがあれば、ね、音が消えちゃう。そうか、ピアニカ、そうだね、あの口が一個しかなくて、うん、なことアコーディオンとかね、アコーディオンとかまた違うか。そうですね、また違うでしょう。同じキーボードでもこれは違うわね。ねえ、そう、なんかハープとかやりたいなとも最近思うんですけど、ちっちゃいハープとかあったら。いや、やったことないのに言ってるんですけど、ね、そうだね、弾き語りできたらいいですね、うん、ちっちゃなあれがあればね、なんかいいんだ、うん、今キーボードでもちっちゃいのもあるよ ね、うん、そうですね、うん、ちょっとしたことだったらできるかもしれない。できるね、コードだけでもね、はい、うん、次回はぜひ、うん、そうだね、あのお得意の楽器の方がいいわよ ね、 ね、やっぱり自分で、うん、自分のことだからね、うんうん、じゃあみのりさんのね、はい、この中からですね、もう一曲聴いてみましょう。立ち上るにしますか。あ、でも そんな日のが明るいかもしれないです。じゃあね、ちょっと待って12年じゃねえぞ。ちょっと待ちなさいよ。12ですね。はい、すみません。じゃあ、そんな日、はい。そんな日だったんだよ、今日は。ふーっとため息ひとつ。仕方がないから笑い飛ばしてしまいましょう。あれもこれもうまくいかなくて、あれで何も進んでなくて、気持ちばっかり前のめりのめり、涙も出ちゃうわ。たまにはあるか。はーっとため息二つ目。仕方がないから笑い飛ばしてしまいましょう。はっ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 は。君は釣れないクールガイ、ついさっきまでは優しかったのにね。もうそろそろいいじゃないじゃない、機嫌直してよ。歌を歌って眠りましょう。悲しみなど
はいはい、これはまたね軽快でいいんじゃないですか、ね、なんかこの女子3人のが見たくなる ね女子3人でこれに、ね、あのフィドルかなんか入ったら ねいい感じになるでしょうね。ドラムが入ります。ドラム入り、マロちゃんが入るね。マロちゃんは絶対つきもんなのみたいです。マロさんはいるんだよ。マロはなんかいい役ばっかりしてないよマロちゃんいいね。いいね、うん、そっか、マロちゃんのドラムがいるんだよ ね。そうなんですよ、うん、そっかそっか、うん、いいね。そう、いいよね。いいですね、まあ、でも、まあ、これはね、翔太郎さんもお亡くなりになったんですけども、きっとね、喜んで、まあね、みんな集まってくるっていうのは ねすごくいい性格がいい人でね、うん、みんなと言いたかったと思うよ。みんなと、ね、こんな若い子が会いたかったからな。おっさんばっか相手にしてたから。おっさんばっか相手にしてね。そこしか言わない。すさくるしいようなおっさんばっかり。ブルースマンのねツアーとかやってたから。でさ、すごいごっついの。ごっついで、ね、バスで通って。おがんちゃんとかトミーとか並んでたらさ、もうプロレスラーだ。プロレスラーですかって言われたんだし。プロレスラーですかって言われたらしい。本当に。面白いね、喜ぶと思いますよね。ぜひね、これ11月18日、はい、これ米子ですね、はい、米子のね、お近くの方はね、ぜひ米子海アニっていうところですね。これ米子、はい、ですね、はい、米子です。お問い合わせは海アニね、お問い合わせはね、うん、はい、そうですね、海アニお店の方に、お店の方に問い合わせてください。これちょっと番号言いましょうか。070、はい、5422-9253、はい、070-5422-9253、はい、これは、米子海アニの方ですね。はい、前売り3,000円、はい、当日3,500円です、はい、ということでね、これは楽しくなりましょう、うん、はい、なりましょうっていう、行きたい行きたい、もうそれぞれコラボもやりますね。あ、本当に、はい、みんなそれぞれのね、はい、それぞれの曲でコラボ入るので楽しいよね、はい、ということでね、はい、今日そのお便りの前に、はい、ちょっと生歌いきましょうか。あ、ね、はい、急に変わりますからね。コロコロ変わるからね。彩香ちゃんのね、今日はね、生歌をね、はいはい、中島彩香ちゃんの生歌をちょっと聞いて、はい、今日は何を歌いましょう。じゃ赤い糸という曲を。赤い糸、はい、赤い糸、はい、赤い糸って大体結ばれる曲がね世の中多いと思うんですけど、うん、私やさぐれてた時だったのでやさぐれてた、赤い糸なんてねえぞって思って切ってやれっていう歌から始まります。なるほどね、はい、赤い糸、はい、じゃあ、はい、歌わせていただきます。赤い糸しなく地面に張り付いてるのを冷めた目で見ていた。とりあえず踏みつけてみたの。人混みすり抜け繁華街を一人で歩いていた。雑踏もネオンも何も聞こえない。キスしてくれたのはなぜ。ただ欲望のままに汚しただけだったらそんなやつに興味ないわ。もう顔も見たくないの。思い出捨ててやる。中で励
中島彩香さんですね、はい、赤い糸、はい、早速来たよ、ね、来ましたか、ストムさん、うん、アトラントです、ね、アトラントからね、アトラントの方もね、川崎だけじゃないですよ、聞いてますよ、私前回も多分アトラントも来ましたね、聞けるので、全世界で今すごい、だからリアルタイムにね、はい、今何時だ、ご紹介しますか、今ね11時ぐらい、夜の11時17分へ、気温5度 C だって、寒い ね、 寒いね、アトランタって本当に暖かいはずなんだよ、はい、アトランタの、空手の師範ですね、僕の友達で、ね、先週まで半袖生活だったのに気温の変化についていけません、今みのりさんのコーヒーカップが流れています、うん、ピアノ弾き語りを聴いているだけで幸せな気分になります、うん、カナオさんの声がいつもより優しいのは気のせいでしょうか今日はゆっくり聞かせていただきます、はい、そして今彩香さんの赤い糸、いきなり切れた、そう来るかとショックを受けましたでもそういう世界好きです、ありがとうございます、ハートマーク、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、アトランタは今ね寒いんだね、5度、この間ね、この番組も来てくれて、来日されてて、あ、そうなんですね、まあ、たまにね日本にも帰国されるんですけども、やっぱりそういう師範連中がね、アトランタとかサンフランシスコとかいろいろいるん で、 でライブ来てくれるんですよね、すごいね、格闘家、そうそうそう、ね、格闘家の最高師範の作詞に僕曲つけたりしたんで、それもまたレコーディングするんですけど、そういうことがあってね、そういうご縁があって、そうそう、大山さん、はい、大山さん、大山空手の大山、安弘、お父様はご存知かもね、格闘家とか、うん、あ、ね、あなたのお父さんも、そう、僕より年下のお父さんも今年聞いてびっくり、昔なんか高校時代空手もちょっとやってたって言ってたので、じゃあもしかしたら名前は有名だからね、はい、うんうん、そう、今はボ、なんだっけ、ボディービルやってます、すごい、ゴリゴリマッチョ、ゴリゴリマッチョな65歳です、わ、私も羨ましい、やりたいんだけどさ、なかなかこう機会がなくて、いやいや、やりたいな、ムキムキになりたい、はい、ね、ということで、お便り行きましょうか、ミキさんね、博多の、博多のミキさん、はい、打って変わってだよ、こっちは、ね、博多は予想最高気温27度らしいですって、あら、27度、うん、あ、じゃあちょっと高いね、高いね、ね、先週のカナオ商店、うん、スペシャル大番頭の誠さんも登場されて楽しい時間でした、高橋誠さんが ね、 ね、今日来るかなと思った、あのね、本番始まるね1分ぐらい前に来るのにそこから見るの、あ、来た、今日待ってたんだよ、誠さん、いやでもね、うん、それがね生放送のいいとこでね、で台本がないからでリクエストとか来るから、うん、書けないのよ、ね、Q シート、ね、決めちゃうとね、うん、後からじゃ、うんうん、書いてんだけどね、今週は中島彩香さんですね、はい、いらっしゃいませ、うん、あ、みのりさんの告知がちょっと遅くなっちゃったからね、ごめんなさいね、あ、そうそうそう、プロフィールを拝見したり動画を見たりしましたが、最初は本音が心に痛いってぐらいだったけど、うん、なんていうか無理しない感じの攻撃が良いですね、ありがとうございます、結局みんなが思ってることは言うべきだし、それを共感を生むんだろうなって感じました、今日は楽しい、あっという間の1時間を楽しんでくださいね、はい、さて、おいらはこの間の日曜日に佐賀県の木山運動公園ってところで19組が15分でどんどん入れ替わるとんでもなくタイトなフェスに行ってきました、楽しむ方も忙しいくらいでしたが楽しめました、うん、そして明日は、太宰府天満宮の敷地内にあるホールで、うん、友達のコンサートの MC、
MC やるんでね、なんと市長や県議まで出てきてスピーチするってんで若干緊張しておりますが楽しくやってきます、うん、かなおさん無理はせんごと少しずつやっていければ、間違いなく本来以上のおらび声になるんですから、うん、日々楽しんでいきましょ う, そ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 うだいぶね良くなりましてね、僕、うん、ね ラジオでもあの言ってますけども一応ステージ4のがんなんですけどステージ4とかいう感じ、ね、4 4だね。いやでもね薄ほとんどないね、大丈夫でしょう、もうねピカピカですもん、ね、ピカ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 69歳なんかオイルかなんか塗ってるんですか、ほぼ1年ぶりぐらいにお会いしたけど変わんない、ね、がんっていうのをそう Facebook とかでも見てて、げっそりされてるかなって思ったらもう、さっきを見た時肌ツヤめちゃめちゃいいって思ってツヤツヤ、プロバッグ入ってるからさ俺風呂好きでさ、お風呂もいいんだよね、で体温めることがいいからさ、そうですね、できるだけあのお湯割りとかにしてる、あ酒をそうそうそっちがいいって酒は飲んでもいいんだって、あそうなんですね、うん、俺の場合は、ね、飲んだ方がいいんだってよ、飲んだ方がいい方がいいとは言わないよね先生も、ね、まあまあ最後ね、としみさんいつかおいらも船輪のあんみつ食べたいっすとか、この前ねあの船輪のあんみつを食べたってあのフェイスブックにあげてたら、あそう船輪は芋ようかしか食べたことないとか、あんみつ美味しいですよね、あんみつね、けいこさんと2人で行ってきました、あよく最近なんかつるんでなんかやってるよね、つるんでっていう、あの丸山恵子さんとね、うん、もう一方いいですか、大丈夫ですか、いいです、音楽魂命、うん命命ってきましたよ、かなおさんとしみさん、撮影の鈴木さんこんにちは、はいこんにちは、そして本日のゲスト美人女性の中島さん、みのりさんこんにちは、うん、今日は美人に囲まれて男性陣はウキウキドキドキですかね、気合が入りますね、まあね、もう11月たまにはよかろうもんやろ、そうですねよかろうもん1年がこんなにも短く感じるのは私だけでしょうか、いやもう早いですよね、はい、人生の最後は生まれてきてよかったと思える日々を過ごしたいものです、うん、なんか暗い暗いですねさてかなおさんの体調はいかがですか、はい、私も昨日がん検診でした、今のところ大丈夫です、あそれ清水さん、そうですね、あはい清水さんもね、あの清水さんはがん患っていらしてね、がんとも、がんとも、そうそうそう、うん、がんともっていうやっぱね、がん、ね、軽くした方が結構そういう苦しんである方っていうのはやっぱり世の中多いから ね思った以上に、うん、ねだから、今はねがんイコール死っていうことじゃなくてね、そうそうそう助かるから、ね、助かる場合が多いから、うんうん、大丈夫ですよね、うん、今のところ大丈夫ということで、うんがん患者さんはとても多く、うん、病院内は暗い雰囲気に包まれている中、うん、待合室みたいな場所にピアノが置かれているのを昨日初めて知りました、このような場所でがんと戦っている患者さんにかなおさんのような今まさにがんと戦っている人が歌ってくれたら、うん、心に響くんだろうなとしみじみ感じました、はい、さてさて本日は晴天、美人さんのお話歌と楽しみです、リクエストは全部なのでお任せします、うん、今後のライブ情報をお願いいたします、はい、またライブで皆さんとお会いできることを楽しみにしています、はい、カニパワー全開で放送を楽しみにしています、清水佳代子より追伸、はいはい、鈴木さん、まっちゃん、いつもありがとうございます。はい、ね、清水さんもね、いろいろ大変、ね、検査も大変だと思いますけどもですね、頑張っていただきたい。でも運が強い人だと思うんでね。うん、清水さんはね、昔からもうちょっと前からね、いろんなことがあってもう乗り越えてるから。事故に遭われたりとか、そうですね。車ごと駐車場が落っこちたんだから。すごいひどい事故だったね。それで助かって。そういうこともあったのよ、でラジオで励ましたりして、うんうん、それでがんになられたりして、でまた今もね元気になられて、で僕もなっちゃってね、そうロジャーさんもそうだったの、あ、そうですよね、ちょっと前にね、うん、でも、うん、もう治ったっていうかね、今バリバリね、もうライブやってるしね、ツアーしてすごいなと思う、すごい、だからやっぱ頑張ってね、やっていきたいなと思う、やっぱり常にこう、まあ、前向きで、ね、そうそう、やっぱりね、なんだろう、笑ったり歌ったり声出したりすることいいから、それもそうだし、自分がやりたいことしかやんない方がいいね、うん、そうですね本当にそうです、うん、そう思った、うん、最近だからそれでなんか選んでるっていうかね、だからそうですね、うん、そう思います、何、いやいや、そんなに今の含み笑いみたいな、いやいや、私も好きなことやりたいなと思って、だから頑張るぞって頑張って頑張ってきてないですか、やりましょう
ということでね、はいはい、お便りは以上でございますかね。彩香さんの曲を一曲聴こうかな。あ、はい。生歌う？あ、全然どっちでも大丈夫です。本当？音源でも。音源、音源はあの最初お伝えしたのはあのバラードのちょっと眠くなるかもしれないですね。この時間皆さんご飯食べた後だったら。あ、コーヒー。バラードなの？はい、バラードです。あ、そうかそうか。ブラックコーヒーね。あ、そうですそうです。ブラックコーヒー飲みたくなっちゃう。生歌歌う？一曲。このあやかさん、どちらでも、どちらでもお任せです。お任せです。なんか俺歌おうかじゃあ。え？ね、俺はバラードだからさ、俺も。でも今歌っちゃうと。ああ、そうね。どうなるの？そうやね。じゃあの、これをちょっとだけでもせっかく持ってきていただいたから。そうだね。飲みましょうよ、ブラック。ブラック。じゃあワンコーラスだけ。ね。ブラックコーヒーって言ってる。これって出ますかね。ブラックコーヒー。あ、はい。トラックは1 ですね。 OK ですか。はい、ということでね、これ何？ブラックコーヒー。コーヒーです。コーヒー、はい、はい。出るよね。ありがとうございます。うん、なんかあのこれこういう感じの歌い方も好きだよね。あ、本当ですか。うん、よかった、うんうん。なんか切れた後にこういうのが来るといいね。ギャップで。ね、そうそう。可愛いよね。普段から割と切れやすい方なの。そんなことない。そんな、まあ、短気な方だと思います。そんなことないでしょ。すごいちっちゃいことで切れます。でもまああのやっぱりいろんなあの。節目節目あるからね、はい、それでみんな大人になっていくんだろうけど、そうですね、大人になって、もう大人ですよね。いい大人に なってきました、ね、でも30代が一番いい感じだな。30代、うん、一番良かったですか。いいと思います。30代に出会う人たちって、うん、仕事のなんかに結びついたりとか、うん、なんか直接結びついて、はい、20代は大体だんだんほらなんていうのノリで、ねうんうん、出会っちゃうけど、そうですね、30代はしっかり仕事となんかこうつながっていくっていう感じがする、うん、俺24の時に出てきたね、デビューで。あー、ね、だからまあソニーのオーディションでグランプリでそのデビュー、はい、エピックソニーからデビューしたんだけど、うん、全然売れなくて、うん、それで30代は一番苦しかったよね。バイトとかもしながら、あのソニーの制作にいたこともあったんだけども、あと、はい、あのバイトしながらとか、うんうん、で結婚もしたし、うんうん、でやっぱ食わしていかなきゃいけないから、うん、あの和菓子職人やってたりとか。和菓子職人、和菓子職人すごい、いろいろあったのもな、いろいろあったよ。で、あ、そうなんですね。そしながら、まあ、ライブハウスで歌ってたら、はい、あのレコード会社の人が見に来て、でまたレコード会社に移籍したりとかして、あ、そうなんだ、ね、だから34、5ぐらいでトクマジャパンに移ったのかな。うん、で
またそれいろいろあってまたダメで、もうその繰り返しよね。30代は一番きつかったけど、今思うと一番なんかエネルギッシュだったかもしれない。もう怖いもんがあんまりなかったもん。あの女性以外はね、女性以外は来年のテーマみたいな、ね、体力もあるしね、まだ ね、 そうですよね。30代は全然違う、体力が、体力、ありますでしょ、まだこのほらなんかすぐ来るよ、そんなこと言ってたら、ね、頑張ってあの歩いたりジム行ったりはしてますけど、あ、それは大事。やっぱ20代に比べたら落ちましたね、全然。じゃあちょっと先ほどね、しめさんに捧げる歌を歌いましょうか。あの負けないで、ネバーギブアップっていうね、 You、 一緒にやりますか。はい。悲しい気持ちで Woman 暮らすのはやめなよ、星に抱かれ眠る夜、いつもそばにいる、手に入れたものは何、残された人は誰、いつもそばにいる。Slow dance 時を忘れて Rain 痛む心癒えるまで、いつもそばにいる。 Never give up、ということで、ユウお届けしました。椅子がギギギギ音が入ったかな椅子の音が入ってた、ね、最後ね、
いやいやいいんじゃないですかね。椅子も喜ぶ。生っぽい生っぽい生っぽい。あ、そう、ライブの告知をしないといけないの、はい、カナさんは明日明後日いつだっけ。あ、僕のね宣伝いつも忘れるな。5日ね、日曜日そう5日横浜シルバーバック、はい、11月5日横浜シルバーバックで投げ銭、これ投げ銭バンドでやりますよ、はい、これお得かもしれないですね、お得お得あのステーキハウスね美味しいからぜひ、うん、料理も美味しいですね、私もあの、ね、ライブさせてもらったことあるんですよ、シルバーバック、あ、そうなの、はい、そうなんです、あ、そうかそうか、もしお時間あればぜひ、あ、今度ね、なんか機会あったら一緒にやろう、あ、ぜひお願いします、うん、あのぜひぜひ、ね、遊びに来てください、はい、これ11月5日、ね、日曜日ね、うん、あとそれぞれのライブスケジュール、ライブスケジュールね、あ、じゃあまず、うん、じゃあ綾香さんから、はい、私からあります、はい、一番直近だとそのさっきお伝えした米子のカイアニさんでの、はい、女の叫びライブですね、はい、はい、で、その後は横浜で11月20日の月曜日、はい、横浜のベーシスさんというところで、はいはい、俺の誕生日じゃん、あ、そうだ、うん、おめでとうございます、いやいやいや、もう あんまりめでたい年じゃないけど、いやいやいや、あれおめでたい年ですよね、あれおめでたい年になる、じゃあぴったりの年じゃない、うん、あ、違う、あ、まだだった、あ、すいません、うん、なし、今のなし、はい、同じ、はい、それで、はい、でその後、11月25日に地元の宮崎県で、うん、はい、あ、宮崎ね、ライブさせていただきます、はい、宮崎市のサウンドステーションレノンという場所でさせていただいて、はい、あと年内は12月の20日水曜日にもう一度横浜のベーシスさんと、はい、12月27日の水曜日千葉の静駅にあるサウンドストリームさくらさんというところで、はい、はい、年内はライブさせていただきますので、はい、よかったらお待ちしてます、そうですね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、みのりさんは、はい、みのりさんの方は、はい、12月16、17、18、19と、はい、北海道旭川、紋別、エンガル、札幌とライブをします、いいね、はい、北海道ツアー、うん、北海道の方12月ね集合してください、はい、各地に、そんな感じですね、はい、はい、いやー、いいね、北海道ツアーね、12月か、はい、行きたい、味噌ラーメン食べたいですね、食べたいね、寒い時が美味しいよね、やっぱりね、食べたい、食べたい、この間もね、演歌の方あのお呼びして、函館の、ね、函館出身の演歌の方でね、ご当地ソング作ってんのよ、塩ラーメンの歌、塩ラーメンのなんか レシピみたいな歌なんだけど、うん、はい、その通りのラーメンのこう形したタクシーが走ってんだって、タクシーが、タクシー、うん、1台だけ、うん、1台、うん、そのために作ったみたいよ、そのタクシーね、すごいよね、ね、あのいろんなところ行けていいよ ね、さっきね、かぼちゃさんがねお返事来てますよ、かぼちゃさん、リクエストコーヒーカップにお答えいただいて感謝です、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、夜中のライブも頑張ってくださいというね、はい、メールをいただきました、あっという間の1時間でした ね、早いでしょ、ありがとうございました、なんか言い忘れたことないですかね、いや、残したこと、あの、うん、大丈夫です、ちゃんとここ告知できたので大丈夫です、できた、あ、これね、一番のメインがこれだったのでこれのために、これのためにラジオでこれのためにということで、なんという間の1時間でした、ね、本日のゲストは、中島彩香さんとみのりさんでした、はい、ありがとうございます、お相手は、はい、松下としみと金尾よしろでございました、また来週お会いいたしましょう、 See you next time。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす雪かう人の中に後ろ姿優しいあの人は